この日本のイレブンを後押ししています。日本対チュニジア、決勝トーナメント進出へかけての第3戦、今始まりました。戸田が最終ラインにカバーに入ります。高田浩二、柳沢前、さあ鈴木スペースが空いている、自分で打って、最初のシュートは鈴木でした。前向いて、前向いて、柳沢シュート、グムニジェルに阻まれはしましたが、いいシュートを打ちました柳沢。メルキからレガシュール、メルキへ、宮本出た、しかしジャジリのシュート、今度は勝負に来た、トラベルシュが勝負に来ました、また抜かれる、これはありません、ホイッスルありません。後半スタートからいきなり2人を変えてきます。森島が今ピッチに出ました。そして稲本に変えて市川ですか。まあ、後半から入るってことでチームにも勢いをつけたいと思ったし、裏に飛び出せってことを言われてたんで、とにかく相手の裏にね、飛び出そうってことをずっと考えてました。どんどん前線から、あのボールをもらってっていうふうには言われてたんで、はい、さあ今後半キックオフです。さあまずは戸田からいきなり、いいでしょ、そして森島がなおも追う。鈴木、そしてアイボールだ、森島ゴール、日本先制、決勝トーナメントへ大きく前進。手を挙げてますよ。さあその市川、中に鈴木が寄ってくる、もう一度松田へ、縦鈴木、入れ込んだ市川、さあ森島が中にいる、市川やった一つになる。
スになる。時計を見た。